の方は大丈夫か？なあ、あんまり辛かったら俺がお前の体を担いでいくぞ。はあ、やっぱり断られたか。担いだ方が楽なんだけどな。あ？こんなの勘だよ勘。危なそうな場所を避けてんだ。ってお前そこは危ねえぞ。右だ。って言ってる場合じゃねえよ。今度は左だ。休んでる暇ねえぞ。今度は右に。止まれ。迂回して左に。ち、こいつはよくやってるけど、さすがに人間の体じゃあな。しょうがねえな。よし、これで安心だな。うるせえな。お前一人じゃ危なっかしくて見てらんなかったんだよ。おとなしくしてろって。喋ってると舌噛むぞ。しっかり捕まえとかないと落ちるだろうが。命の危機なんだから我慢しろ。たく、ちょっとくらい触られたからなんだってんだよ。減るもんでもねえのによ。は？わざとじゃねえよ。つうか触っても何も思わねえし。別にお前に魅力がねえってわけじゃないからな。こういう状況じゃなかったらいろいろ思うぞ。いや、悪い悪い、本当に悪かったって。いや、思ってる思ってる。ま、その辺の弁解はこの場を切り抜けてからすっからさ。だからお前は黙って俺に守られてろよ。